ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、越前クラゲって最近聞かないけどどこ行ったの？唐突だな。でも、確かに聞かないな。なんでも、海水温の変化などで最近は姿を現さなくなったと言われているぜ。へえ、そうだったのね。海の中は普段なかなか目にしないから知らないことや謎なことが多いわ。そして、海の中の謎な生物といえばやはり深海魚だよな。ええ、見た目からして変わってるものね。提灯アンコウとかが好きだけど、竜宮の使いとかは神秘的だわ。お、竜宮の使いといえば、CT スキャンや DNA 解析をした結果やばすぎる結果が分かったそうだぜ。なんでも、生物絶滅を示唆しているとか。ええ、それってやばいじゃない。かなり興味深いわね。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを、押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。それじゃあ今回の話の中心となる、竜宮の使いについて軽く解説していくぜ。ええ、お願いするわね。竜宮の使いっていうのは赤マンボウメ竜宮の使いかの深海魚だ。竜宮の使いってなんだかめちゃくちゃ長いわよね。ああ、平均で3から5メートルくらいあるな。中には10メートルを超えるというかなりの長さの個体もいるぜ。甲骨魚類の中では世界最長で、体重も30から50キログラム部くらいある。へえ、そんなに巨体なのに優雅な姿で泳ぐなんてすごいじゃない。ああ、ちなみにその幻想的な姿が竜宮城をイメージさせるということから、竜宮の使いという和名になったと言われているな。ねえ、海外でもそういった呼ばれ方をしているの？英語ではオアーフィッシュと呼ばれているぞ。これは腹びれの先端がボートのオールのような姿をしているからだ。ちなみに、竜宮の使いは時に自分の尻尾を切ってしまうことがあるぞ。ええ、自分を傷つけることはダメよ。そんなに心配しなくても大丈夫だぜ。これはいわゆる省エネなんだ。省エネってどういうこと？竜宮の使いは深海にいるって話しただろ？深海ではあまり生き物がいないからな。いつでも餌にありつけるわけじゃないんだ。まあ、それはそうでしょうね。だから、何日も餌を捕まえられず、飢餓状態になることがあるんだよ。それで、自分の尾の一部を切ってしまうんだ。へえ、生きるための知恵ってことかしら。でも、トカゲみたいにまた生えてくるんでしょ？いや、残念ながらもう生えないようだ。これまでに発見された竜宮の使いには尾の一部がない個体も多かったからな。へえ、っていうことは結構大きる個体は珍しくないのね。それにしても、自分で大きるなんてなかなかすごい生き物よね。トカゲと違って、尾が再生しないからな。それで、ひとまず竜宮の使いがどういった生き物なのかちょっとは分かったんじゃないか？うん、深海魚だからユニークだとは思ったけど、思っていた以上に興味深い魚かもね。そして、今竜宮の使いなどの深海魚を CT スキャンや DNA 解析することで、新しい事実も分かってきているんだぜ。へえ、深海魚を CT スキャンにかけるだなんてめちゃくちゃ気になるわ。一体どういったことがわかるのか教えてよ。それで、CT スキャンで深海魚をスキャンした人は一体誰なのかしら？それは、金沢大学のジェンキンズ・ロバート准教授という人だぜ。このロバート准教授は竜骨群集というものを世界で初めて発見した人でもあるんだ。その、竜骨群集って何？深海に住む爬虫類の死体に群がる生物のことなんだよ。へえ、なんだかすでにすごい話だけど。でも、ロバート准教授はどうして竜宮の使いを、CT スキャンにかけようと思ったのかしらね。それは、ロバート准教授が今も生き続ける深海魚などを研究しているからだ。ロバート准教授は海深くで生き続ける動物の生態や、生息環境を研究することで過去から現在の流れを知ることが未来を変える一番の近道と考えているんだ。え、過去から現在の流れを、今の状況だけを調べたんじゃダメなのかしら。ああ、ロバート准教授はこう語っているぜ。我々は時間軸の中で生きているので、過去から現在というのが把握できることによって、その先の延長がどうなっているのかと、未来をやっと知ることができると思う。今この瞬間を調べているだけでは不十分だと思って、化石から現在にというその中でいろいろ調べている。ってな。つまり連続したものと捉えないと、未来を知ることはできないと考えているのね。そうだな、確かに今の状況も重要だが、今は過去からの連続だからな。どういった流れで今の状況になっているかということを理解しておく必要があるんだろうな。そこで、竜宮の使いを調べるために CT スキャンを使おうってことね。まさか、竜宮の使いも医療用機器で調査されるとは思わなかったでしょう。というか、話を聞いただけでもワクワクする話だよな。それで、どういうことがわかったの？まあまあ、そう慌てるなよ。それを話す前に、どういうことを調査したいかを押さえておくぞ。ああ、それも大事よね。CT スキャンを使ってどういうことを知りたいの？深海魚っていうのは骨が軟化していることが多いんだが、竜宮の使いの場合は背骨の骨の一部がかなり硬化しているようなんだ。
ほうほう、他の深海魚とは違った特徴を持った魚なのね。CT スキャンを使うと、骨と肉を分けて検査することができるから、どうしてリュウグウノツカイの背側の骨の一部が硬化しているのか、そして深海でどんな風に骨を作っているか、深海へどうやって生物が適応しているか、といったデータを得ることが期待されたんだぜ。ふんふん、どれも興味深いじゃないの。あんなに大きなリュウグウノツカイがどうやって深海で生きていたかっていうのは、確かに気になるわよね。リュウグウノツカイは、水深1000メートルくらいのところで生きているからな。これくらいの深さになると、水圧は地上の800倍近いものになるんだ。かなりの圧がかかってる。実は、この高い圧がかかっているという状態が、多くの深海魚の骨を、軟化させていた理由でもあるんだ。水圧と、骨にどう関係があるの？高水圧の環境では、柔らかい方が折れる心配がないしな。ああ、柔らかい方が硬いものよりも折れにくいってのはイメージでわかるわ。でも、そうなるとリュウグウノツカイの骨が硬くなっているのが余計に不思議よね。CT スキャンにかけたことで何かわかったのかしら？ああ、実は今回のことで様々なことが明らかになったぜ。キーとなったのは、頭部にある耳石なんだ。耳石って、私たちにもあるやつよね？ああ、人間に限らず、脊椎動物の内耳にある組織のことだな。魚の場合は魚種で形や大きさが違っていて、耳石から魚類を特定できることもあるぞ。へえ、そんなに情報が詰まったものなのね。そして、この耳石には成長記録が残っているんだ。ということは、リュウグウノツカイが何歳かとか、食べたものとかもわかっちゃうの？そうだぜ、他にもあの大きい体を深海でどうやって維持していたかもわかるんだぜ。へえ、これはすごい、リュウグウノツカイについていろいろと詳しいことがわかりそうね。霊夢、リュウグウノツカイなどの深海魚を調べてわかることは、未来を変える鍵かもしれないんだ。ちょっと、スケールの大きい話になってきたじゃない。というのも、ロバート准教授によれば新しい時代に第6の大量絶滅があるのでは、と言われているようで、それが実は今みたいなんだよ。そんなに切羽詰まったことになっているの？二酸化炭素の排出による地球温暖化なども問題になっているが、大気中の二酸化炭素は、やがてその大部分が海に吸収されていくんだぜ。人間の活動によって急激な環境変化が起き、環境に対応しきれなくなって、絶滅した生物がすでに多くいるんだよ。大量絶滅は決して遠い先のことではないのね。だから、こういった未来を変えるためにも過去から現在の流れを知ることが、重要だとロバート准教授は言っているんだな。これは、これからの研究内容にも期待が高まるわね。そういえば、CT スキャンを取った後のリュウグウノツカイはどうしたのかしら？このリュウグウノツカイは骨を取り出し、多くの人に骨格標本を、公開したいと語っていたぜ。なかなか、深海魚なんて見れる機会はないからな。それは確かにそうね。深海魚とかが陸に上がった時とかはニュースになるけど、その後のことって報道されることもないし、ましてや、間近で見れる機会なんてないからそれは貴重な体験になると思うわ。ロバート准教授は、自分の知らない世界にも生き物が住んでいること、そして地球がどういったシステムで成り立っているかということなどにも目を向けてほしいと語ったぜ。実際に目にすれば、これまで興味がなかった人たちも興味を持ってくれる可能性も高いしね。何より、別の世界で生きているといったイメージが強いリュウグウノツカイが、目の前にいるっていうのはなかなかドキドキする体験だと思うわ。霊夢、さっきは金沢大学のロバート准教授による CT スキャンを紹介したけどな。実はリュウグウノツカイの CT スキャンは他の大学でも行われていたんだぜ。そっちも興味深いじゃない。さらに言うと、こちらの CT スキャンでは、このデータを使って 3D プリンターを使って、骨格の複製標本を作ろうともしていたんだよ。なるほど、3D プリンターはこういう時にも役に立つわね。あ、でも、さっき作ろうとしたって言わなかった？実現はしなかったのかしら？ああ、残念だがそういうことだな。ということは、CT スキャンがうまくいかなかったってことかしら？いや、そうとも言い切れないが、とりあえず、今回のリュウグウノツカイがどういった経緯で CT スキャンされるようになったか、ということについて見ておこうぜ。ああ、気になるわね。リュウグウノツカイって時々浅いところにいたりするそうだけど、今回の場合もそうだったのかしら？いや、今回の場合は底引き網にかかってしまったようだな。2012年12月に、愛知県田原市の渥美半島沖9キロの地点でかかったそうだ。そして、そのリュウグウノツカイの個体は南知多ビーチランドで冷凍保存されていたぜ。おお、すぐに CT スキャンしたんじゃなくて、冷凍保存していたのね。そうなんだよ、冷凍保存した後、日本大学生物資源科学部の小江博士先生の元に運ばれた。そして、無事に CT スキャンのデータ自体は取れたようで、このデータをムービーにしたものは特別展で展示されていたんだ。ちゃんと展示できていたなら、問題なさそうだけどね。ましてやムービーにもしているのに、
どうして 3D プリンタで骨格の複製標本は作れなかったのよ？それが、骨と肉をはっきり特別することができなかったようなんだ。ほら、骨格の複製標本を作るなら肉と骨がはっきり区別できないとダメだろ？まあ、それはそうだけど、そんなことってあるの？実際、どれだけ画像処理を行っても骨と肉をはっきり区別することはできなかったんだ。これは、CT の仕組みから、骨と肉に対する X 線の通り方が似ているからと考えられるぞ。骨と肉の X 線の通り方が似ている？でも、人間の場合だと CT ではっきり判別できるわよ。だから、リュウグウノツカイの骨が人間の骨とは違うってことになるな。さっき、深海魚の骨は軟化していることが多いって話しただろ？でも、リュウグウノツカイの骨は軟化していないって言わなかったっけ？いやいや、軟化していないって言ったのは背側の骨の一部だけだぞ。今回の CT スキャンのデータで考えると、リュウグウノツカイの骨は全体的には柔らかい軟骨のような状態だったのかもな。ふんふん、全体的には骨が軟化しているけど、背側の骨の一部だけは硬いと。なんだか、ますますミステリアスだわ。それじゃあ、この時に撮影されたリュウグウノツカイの頭部 CT 画像を見てみるか。背側の骨の部分は、色がはっきりとしているわね。ということは、X 線の通り方が肉とは違っていたということだから。ああ、やはり背側の骨は硬いってことなんだろうな。おお、やっぱり画像で見るとよりわかりやすいわ。あ、それと胸びれの部分も濃い白になっているから、ここも硬そうだわ。それにしても、今回は底引き網漁でリュウグウノツカイが捕まったと言ったけど、結構浅いところで発見されたりすることもあるわよね。深海と浅瀬ってかなり環境が違うけど、どうしてわざわざ浅瀬まで出てくるのかしらね。確かに深海と浅瀬では水圧が全然違うし、姿を現すのは不思議に感じるよな。ただ、深海魚が浜辺に打ち上げられる季節にヒントがありそうだぜ。え、そんな季節決まってるの？ああ、リュウグウノツカイに限った話じゃなくてな。深海魚が浜辺に打ち上げられるのは表面水温が低下する秋から春とされているんだぜ。へえ、深海ってかなり水温が低いって聞いたわ。だから水温さえ低ければ、浅いところにも来れてしまうってことなのかしら？そう考えられるな。深海魚っていうのは意外とデリケートな魚で、水温が上がるとすぐに弱ってしまうんだ。へえ、見た目はインパクトのある外見なのに、低温じゃないとダメなのね。ああ、だから逆に言えば、水温さえ低ければ浅瀬でも構わないって話なんだろうぜ。だから、秋から春にかけて深海魚が浅瀬に来るってことか。3D プリンタで骨格標本を作れなかったのは残念だけど、頭部の CT スキャン画像を見れただけでも結構興味深かったし、背側の骨が硬いことが目視できて勉強になったわ。ねえマリサ、他にもリュウグウノツカイの研究で興味深い話はないの？そうだな、じゃあ次はリュウグウノツカイの公開解剖の話について紹介していくか。公開解剖、そんなこともやっていたのね。それって、どこかの大学とか研究所とかで出会っていたの？いや、京都水族館だぜ。へえ、最近の水族館の飼育員さんって解剖まで切るんだ。いやいや、できないよ。実際に解剖を行ったのは、京都大学の研究者たちだぜ。そっか、びっくりしたわ。だが、それにしてもリュウグウノツカイの解剖を一般公開するというのは異例だったぞ。この時は、水族館側の想定を大きく上回った180人もの人が公開解剖を見守ったんだ。こんなの、絶対気になるもんね。私がその場にいたとしても、絶対見ていたと思うわ。さっきの剥製の公開の時も話したけど、なかなかリュウグウノツカイを見る機会すらないからな。ましてや解剖なんて、多くの人が興味を持って当然だと思うぜ。最初、水族館が準備した座席は24席で、立ち見を含めて100人を超えないと思っていたようだ。いやいや、超えるでしょうよ。ねえねえ、それで今回解剖されたリュウグウノツカイはどこで見つかっていたの？京都府北部の、丹後半島沖で漁船の海にかかっているのが見つかったんだぜ。体長は2メートルほどで、先ほどと同じく冷凍保存されていたんだ。2メートルか、これは迫力のある解剖が見れそうね。今回の解剖を行ったのは、京都大舞鶴水産実験所の伝代文人研究員だぜ。そして、京大大学院理学研究科の阿賀清和教授が解説をしてくれるというスタイルだ。解剖だけ見てもよくわからないからね、ポイントを教えてくれるのはありがたいわ。それで、どういったことを行ったの？リュウグウノツカイが、何を食べているのかを調べようとしたぜ。消化管から内容物を採取し、それを DNA 解析にかけるんだ。おお、ってことはやっぱり胃を調べるの？正確には、毛袋という器官を調べるんだぜ。毛袋？初めて聞いたわ。私にはない器官なんでしょうね。ああ、毛袋は無脊椎動物の消化器系の各部分に見られる毛管の総称なんだ。胃にあれば胃毛袋、腸にあれば腸毛袋ってことだな。
へえ、無脊椎動物にあるものなのに、脊椎動物の優遇の使いにあるなんて、すでに興味深い話だけど。そして、この優遇の使いの毛袋愛の一部が長く伸びた構造になっているな。ということは、それは胃ってことなの？餌を蓄えておく場所や、免疫に関わっているという説などがあるが、はっきりとはしていないんだよ。今回の解剖の目的は、それを明らかにすることでもあったんだけどな。ふんふん、何か明らかになると良いんだけどね。そして、実際に解剖によって竜宮の使いの毛袋を引っ張り出してみたんだが、大きさから餌を蓄えるための器官ではないと考えられたんだ。そうなの？胃が伸びたものって言ってたから、食べたものを蓄えていたのかな？って思ってたのに。そして、この細胞の一部を切り取って、後日細胞の形状などを調べることになった。続けて、解剖では細胞の DNA を抽出するという作業に入っていったぞ。公開解剖で、その場で DNA が抽出できるの？なんだか、そういうのって研究室とかで専門の設備がないとできないと思ってたわ。DNA 解析も年々進化しているようでな。今は10万円ほどで人間一人の全ての遺伝情報を2日ほどで調べることができるとか。へえ、遺伝情報なんてかなり多いと思うけど、2日ほどでわかってしまうの？しかも、10万円ほどっていうのは思ったより安いのかもね。ただ、これも DNA 解析の技術が進歩したからだぞ。初めのうちは人間一人の全ての遺伝情報を調べようとすると何億円もかかったんだ。これはちょっと調べてみましょうレベルじゃ実行できないわね。かなり技術が進歩していることがわかるわ。それで、竜宮の使いの DNA 抽出を公開解剖で言ったと言っていたけど、一体どうやってやったの？まず、電浄研究員が精巣の組織の一部を切り取り、試験管に入れたんだ。そして、タンパク質を分解する試薬などを加えるんだぜ。もしかしてそれだけ？ああ、すると DNA が剥き出しの状態で水に溶ける状態になるからな。ここにエタノールを加えると、DNA が可視化できるようになる。水の中に沈殿しているものが DNA だぜ。うわぁ、それはすごい。そんなのなかなか生で見れる機会はないし、これは実際に見た人が羨ましいわ。今回の公開実験はどういった目的で行われたものだったの？今回の公開実験は、リーディング大学院プログラムの一環として行われたんだ。要するに大学院に関係するってもの？そうだな、新しい時代をリードしていく博士育成のため本専攻とは別に行われる教育プログラムだぜ。分野横断型の講義や研究留学などが開催されるんだ。あがた教授は一般の人々に最先端の科学に触れてもらって、科学を楽しめる場を提供することを目的としていたんだ。こんなに興味深い実験はなかなか見れないもんね。目的は十分に果たせていたと思うわ。次は、深海魚のデジタル標本について紹介していくぜ。デジタル標本って、実物がない標本のこと？なんだか研究の世界だと標本は実物にこだわるイメージがあったから、なんだかデジタル標本だなんてちょっと意外だったわ。ああ、霊夢の言う通り、デジタル標本が初めからすんなり受け入れられたわけではないようだ。と、その前にどうしてデジタル標本を採用するようになったか見ていくか。すべての生き物が簡単に標本を作れるなら良いが、実際にはそうはいかないんだよ。どういうこと？米海洋大気庁とスミソニアン国立自然史博物館に勤務するクラゲの専門家アレン・コリンズ氏は、フロリダ沖の NOAA 調査船のウェットラボでとんでもない経験をしたんだ。なんと、有駆死動物の写真を撮影しようとするとバラバラになってしまったんだ。怖すぎ。確かにショッキングな話だが、これで新種だったかもしれない生き物が研究者の前で亡くなってしまったんだ。コリンズ氏にとっては違う意味で恐ろしい体験だっただろうぜ。でも、どうしてバラバラに？温度や光、圧力といった色々な要因が影響していたみたいだな。ゼラチン質の生き物の研究というのは、それくらい難しいことなんだ。貴重な情報を得ることができたかもしれないのに、それが目の前でなかったことになってしまうのか。それにさっきも話したが、今は環境の変化で絶滅している種がどんどん出てきている状況だ。また今度と言えるような悠長な状況ではないんだよな。まだ名前すら付けられていない種が何百万といるとされているし。それは、もたもたしていられないわね。そこで、デジタル標本を活用しようと？実際に標本にできなくても、データで残せれば今後の研究に活用できるぞ。おお、これは画期的な話なんじゃない？ああ、そしてその画期的なデジタル標本というのは、米カリフォルニア州モントレイベイ水族館研究所のチームが開発したものでな。Deep PIV、IRIS と呼ばれるシステムなんだ。これを使えば、ゼラチン状の深海生物の 3D レンダリング像を制作できるぜ。生き物の様々な特徴をミリ単位で捉えられる。生き物が発見さされてから正式に発表されるまで平均21年かかるとされているが、これを短縮できるとされているぞ。
おお、これを使えば保存が難しい生き物でも公正にデータを残せるわ。だが、このディープ PIV、そして IRIS の開発の原動力となったカカニカテヤ氏は、ゼラチン上の生き物のデータ採集のために開発をしたわけではないんだ。あれ、違うの？ああ、カテヤ氏と彼女のチームは、海面のろ過接触の研究をしていたんだが、その時のイメージングシステムがゼラチン質の生き物のスキャンにも、応用できるってことに気づいたんだぜ。ディープ PIV からは映像を入手することができ、大量の静止画を集めることで詳細な画像となる。ああ、これは CT や MRI などのシステムと似てるわね。それじゃあ、IRIS は何をするの？ IRIS の映像があることで、運動量などの観察も可能になるんだ。ただ、こういった実際に標本がないというのは多くの反感の声もあってな。2016年には、写真や鳴き声だけで記録するという方法に関して、従来の標本の神聖さを、訴える署名に何百人もの研究者が署名したりしているぞ。まあ、従来の方法から大きく違うことを受け入れろって言われても、最初は難しいかもしれないわね。ただ、この翌年自体は大きく動いた。国際動物命名規約委員会が規則を明確化し、実際の採集が難しい場合には物理的標本がなくても特徴を記録できる、としたんだ。おお、デジタル標本にとってこれは大きな一歩となったわね。今ではデジタル標本は様々な研究者に活用されていてな。スミソニアン国立自然史博物館の研究者は世界中の研究者が、デジタル標本にアクセスできるようにしているぞ。また、標本の依頼があった時にデジタル標本の送付を提案したりすることもある。デジタル標本は、受け入れられているのかしら？ああ、やはり最初は半信半疑な人がほとんどみたいだが、デジタル標本を送った後は、これで必要な情報は全て手に入ったという返事が来るそうだ。へえ、ちゃんと有用なデータとして活用できているのね。これなら実際の標本をやり取りするよりも紛失のリスクもないし、送付も簡単だからいいことずくめじゃない。それに、個体に全くダメージを与えることがないってところも素晴らしいよな。デジタル標本はこれからの研究のあり方を大きく変えるものなのかもしれないな。これからの研究にも期待したいわよね。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。